ただいまより第66回東北高等学校サッカー選手権大会兼令和6年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技東北地域予選の閉会式を行います。はじめに準優勝校に賞状並びにメダルが授与されます。準優勝は岩手県代表専修大学北上高等学校です。専修大学北上高等学校の代表3名は前に出てきてください。準優勝の岩手県代表専修大学北上高等学校に東北高等学校体育連盟サッカー専門部部長矢部浩二より賞状が授与されます。賞状令和6年度東北高等学校選手権大会サッカー競技準優勝専修大学北上高等学校栄誉をたたえる。令和6年6月17日東北高等学校体育連盟会長服部克広。賞状女子の部準優勝専修大学北上高等学校志向は第66回東北高等学校サッカー選手権大会において終始よく検討され当初の成績を収めましたのでこれを表彰します。令和6年6月17日河北新報社代表取締役社長石引雅彦東北サッカー協会会長斉藤久志。続きまして NHK 仙台放送局視聴者リレーションメディア展開グループ副部長川原裕二様よりメダルが授与されます。代表の方は別に戻ってください。次に優勝校に賞状並びに優勝杯メダルが授与されます。優勝は宮城県代表時脇学園高等学校です。時脇学園高等学校の代表4名は前に出てください。優勝しました宮城県代表時脇学園高等学校に東北高等学校体育連盟サッカー専門部部長矢部浩二より賞状が授与されます。賞状令和6年度東北高等学校選手権大会サッカー競技優勝時脇学園高等学校栄誉をたたえる。令和6年6月17日東北高等学校体育連盟会長服部克広。賞状女子の部優勝時脇学園高等学校今日は第66回東北高等学校サッカー選手権大会において終始よく検討され当初の成績を収めましたのでこれを表彰します。令和6年6月17日河北新報社代表取締役社長石引雅彦東北サッカー協会会長斉藤久志。続きまして
NHK 仙台放送局視聴者リレーションメディア展開グループ副部長川原裕二様より優勝杯とメダルが授与されます。代表の方は列に戻ってください。東北高等学校体育連盟サッカー専門部部長矢部浩二がご挨拶申し上げます。本日は、お疲れ様でした。準優勝専修大学高校学校さん、本当に最後まで、素晴らしい、試合を繰り広げていただきました。北海道でのインターハイでも精一杯東北の力を見せつけていただきたいと思います。そして優勝しました常盤木学園高等学校さん、本当におめでとうございます。素晴らしい試合でした。応援あるいは観戦に来ていただいた方たちにも感動を与えられたのではないかと思っています。この素晴らしいゲームをぜひまた北海道でもインターハイでも全国に見せつけてほしいと思っています。改めまして本日、観戦あるいは応援に来ていただきました皆さんに、心より感謝申し上げます。引き続き東北の女子のサッカーのさらなる盛り上げにお力をいただければと思います。本日どうもありがとうございました。以上をもちまして第66回東北高等学校サッカー選手権大会兼令和6年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技東北地域予選の閉会式を終了いたします。ご協力ありがとうございました。選手の皆さんはご退場ください。